ロシアのプーチン大統領は防護服姿で新型コロナウイルスの感染者が治療を受ける病院を初めて視察しました。プーチン大統領は24日黄色の防護服とマスクを着用し感染者が入院する病棟を視察しました。プーチン大統領は人工呼吸器をつけた重症患者の治療の様子なども視察し病院のスタッフを激励しました。ロシア国内ではこれまでに495人の感染が確認されています。